3月21日月曜日、立命館大学大阪茨城キャンパスにおいて2015年度卒業式が行われました。大阪茨城キャンパスでの卒業式は今回が初めてで、当日は雲一つない青空で迎えることができました。式典はグランドホールであり、立命館大学応援団吹奏楽部の演奏や卒業証書の授与が行われました。卒業式に出席したのは経営学部と政策科学部、さらに大学院を含む計1000人以上の卒業生です。卒業生代表挨拶では、経営学部の伊達圭介さん、経営学研究科の範さん、政策科学部の中島紀和子さん、テクノロジーマネージメント研究科の今橋博史さんが大学生活で学んだことや今後の抱負などを述べました。できることに全力で取り組みながら前に進もうと考えるようになりました。NPO の団体に入ってたんですけど、そこで初めて自分が信頼できる仲間に出会えたことです。めっちゃ広くて綺麗で、食堂も綺麗で、何でも新しくて、すごいなんか新鮮な気持ちで通えたと思います。人見知りをせずにできるだけ新しい環境にも出向くことで輪が広がると思うので、そういうなんか積極性みたいなものが大切だなと感じました。大阪茨城キャンパスが設立されて1年目、これからも多くの学生が学びを深めることで立命館大学に新たな歴史が刻まれていきます。